こんにちは。西尾影チャンネル開設しました。はい、はい、ということでどうですか今の心境は。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。それじゃダメよ。それじゃありのままの姿を皆さんに見てもらえないから。仮面かぶってるじゃん。かぶってません。いや、これ仮面よ。何も喋ってないのこれ仮面かぶってんの、うん、やばいって顔作ってるもん。はい、これテイク10ぐらいです。何も飾らずに喋るのが一番です。はい、はい、そうね。みんな見たいとここういうとこだから。はい、うん、回して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 どんどん回して。はい、はい、あ、皆さんが見たい西岡家ってどんなイメージですかね。どんなイメージ。全然キラキラしてないんだよね。うん、まあなんか憧れますとか素敵ですっていっぱいコメントもらうんですけど、うん、全然キラキラしてないんです。キラキラしたけど今キラはしてないんです。してたよ今手は。してないんです。してないです。あ、そっちね。ね、うん、正直考えても分かんないんで、うん、周りのままの姿っていうのをみんなにね見てもらえるのが一番かなって思うんで、はい、うん、はい、そういうチャンネルを。ん？どんどんね、そういうこういうこともあるからどんどん出してこいよ、ありのままの姿を。いいじゃん、すごい成長、成長物語っていうのをね、俺らのね、いいよ、みんなに見てもらうのが一番いいかなっていうのを。いいね、スイッチ入ったね。最初はこんな感じだけど、どん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 サッカーと一緒にね、こちらの方も成長していけたらなと思うんで、皆さん温かい目でお願いします。お願いします。ありきたりな自己紹介はいらないか。血液型とか、うん、そういうのはいらない。みんな興味ないか。大型です。はい。あ、言っちゃった。言っちゃった。自分で言って自分ですかもね。皆さんどういうものが見たいか、うん、どういうのが見たいかやっぱね、うん、教えてくれたら。俺らスポンジなんで何でも吸収するんで。スポンジ、うん、スポンジのように吸収して。スポンジね。何が痛いの。これから大使の宮崎弁企画もしたいと思います。宮崎弁が何なのかも分かりません。今なまってなかった。なまってないでしょ。なまってるとかないからね。それなまってた。なま、うん、ってるとかなくて、別に東京の人がなま、俺からしたらなまってるから。それがなまってる、うん、標準語はないらしいです。標準語はこれです、うん、俺の標準はこれない。そう、いいじゃない。いいじゃない。で、今日は、自己紹介も兼ねて、はい、じゃ出身地からどうぞ。出身地は宮崎県出身です。何市ですか。宮崎市です。何がありますか。市内です。何がありますか、宮崎市。宮崎市には海、カフェ、森、うん、猿。イノシシ、たくさんあります。いいものが、自然ね、自然がたくさんあります。はい、宮崎はまあ、自然なんか出た、なんか出た。もう宮崎といえばみんな想像すると思うんですけど、マンゴー、もう牛、宮崎牛ね。本当にね、この宮崎牛っていうのはめちゃくちゃうまくて、うん、食べた瞬間に、あ、これやばいもの食べた、あ、舌超えたってぐらい。舌超えたって何。今までの味わったことない、うますぎて、うん、舌超えちゃうっていう。舌超えたって何。想像を超えたら舌を超えるっていうじゃん。え、それ方言じゃない。そう、分からん、分からん、数字ない、舌超えたって言わなくなあ、そうだ、ダメだこれ。はい、今のお仕事について。現在プロサッカー選手をしています。で、まあ6年目になるんですけど、なんで笑ったの、名前すぎてた。まあ3年間
FC 琉球でプレーをして、現在愛媛 FC で3年目のシーズンを迎えています。はい、私の経歴は高校卒業後に鍼灸師になろうと思って、サッカーのトレーナーを目指して、私もサッカーをしていたんですけど、トレーナーになりたいなと思って鍼灸師の資格を取りに専門学校に行きました。で、まあ、いろんなアルバイトとか、そのうちにモデルをしたりとか、まあ、いろんなことを経験していく中で、まあ、鍼灸の資格を取ると今って資格に更新がないので、鍼灸師は今すぐにやることじゃないなって自分の中で思ったんですね。資格を取ってからはまずモデル1本に絞ろうと思って、モデルとアルバイトをしながら東京に一人暮らしをしました。以上。はい、まあ、これからみんなに見てもらって、たくさんの人に見てもらって応援してもらえたらなと思うので、周りのママの姿を見せてだね、まずはそっからだね、はい、うん、キラキラはしてないです、うん、キラキラはしてないので、うん、本当にね、キラキラはしてないので、うん、まあでもみんな見てもらえると思うので楽しみにしてください。最後真面目やん、はい、真面目やんとかやめてバットボタンだけはやめてね。バットボタンはもう悲しいよ、もう今後頑張る糧になるので、いいねお願いします。はい、ということで西岡家夫婦の日常、夫婦じゃない、西岡家の日常っていうものをどんどんじゃんじゃんガンガン乗していくので、これからも温かい目で見てもらえたらなと思います。はい。